皆様こんにちは。今日はですね、こちらのアレンジをご紹介させていただきます。枕目編みですねのベースを使ってるんですけれども、こちらにお花をデコレーションしています。それではよろしくお願いいたします。材料がこちらになります。土台になってきますのがこちらですね。枕目編みですけれども、真ん中にですねワイヤーが入ってまして、まあ、白っぽい感じになるんですけれども、こちらですねワイヤーになってて、そこにこう編んである感じですねになってるんですけれども、真ん中にこういったような感じでフレームのような感じでですね、丸く穴が開いたような感じになってますので、こちらにですねお花をつけていこうかなというところでアレンジをしてますね。なかなかこう実際にご自身で編んだりすると大変な感じになるかと思うんですけれども、もともとこう出来上がった商品として販売しているので、こちらをベースに使うのはとてもこうお教室なんかにおすすめなんですけれどもね。で、取り付けていくお花なんですけれども、こちらですねブッシュになってますけれども、少しお花が入っていて、アネモネですかね。あとは細かいユーカリだったりだとか、可愛らしいこんな感じのポンポンした感じですけどね、ついてたりするんですけれども、こちらがですねこんな感じでバラバラに外せるようになってますので、外しながらですね組んでいきたいと思います。あとはエリンジウムですね。白っぽいベージュっぽい感じなんですけれども、全体的にこう気なりのような感じでナチュラルなイメージで合わせてますけれどもね。で、新商品ですけれども、ラグラスですね。いくつか色合いがあるんですけれども、今回はシンプルにベージュのトーン、白っぽい感じで合わせてます。では順番に組んでいきますけれども、今回はですね少し違ったトーンありまして、こんな感じでちょっとブラウン系もあるんですけれども、こちらのイメージで少し組んでいきたいと思います。それではこちらが材料になりますけれども、こちらのベースにですね順番に組んでいく形になるんですけれども、バラバラにしたですねこちらのピック類をですねカーブを作っていきます。こんな感じですかね。でこちらもですね割と細かめに切ってるんですけれども、ちょっとステムの部分を生かしながら順番にずらしながら組んでいきますね。エリンジウムですけれども、こちらも割とステムがしっかりしてますので、こんな感じで丸めていきます。ではイメージを順番に組み立てていきますね。最初にですねこちらのラグラスを先端に少しずつですねこのカーブをつけながらバランスを組んでいきます。配置を決めるというような意味ですね。まあ、割とこうミックスになって一本にこうやってお花がついてるわけなんですけれども、まあ、あのワイヤーはついてるんですけれども、表情までは変えられないんですけれども、今回はこのままの状態で組み合わせていきたいと思います。もっとですね細かい作業をといいますか、細かくワイヤリングしてということもできるんですけれども、今度はですねそのワイヤリングをすることによって、そのワイヤーをですねテープで留めたりなんかすると、その部分を隠すということにもなってきますので、
結局その隠さなきゃいけないんであれば、もう最初から使わない方がいいかなということもあって、あとはナチュラルもですね、感じも流行ってますので、割と綺麗な形を作りすぎない感じで見せようと思うと、そのままのステムをそのまま使っていった方がナチュラルには見えたりしますよね。ですので時々ですね、その作り方を変えながらですね、きっちりと作りたい場合は、例えば丁寧なこうエレガントなような感じのイメージで作りたい時には、そんな感じでワイヤーで固定をしてといいますか、ワイヤリングを全てし直してっていう形も取るんですけれども、今回はちょっとナチュラルなイメージなのでということで、このままの状態にしました。でですね、ワイヤーでこうやって組んでいくんですけれども、大体ですねこんなぐらいの配置にしたいなというところでイメージを組んでいきます。まあ、一定方向に同じ方向を向けてこう組んでいく方法もあるんですけれども、間が空いてしまったりというのが、こう一つのバンジについている本数が限られてくるので、ある程度ですねそのバランスを見ながら、一定方向じゃなくて今回はちょっと違う方向を向けてこんな感じで組んでいきたいと思います。で、実際ある程度のイメージが分かってきましたら、取り外しをして、実際に組み立てをしていきます。で、ワイヤーがしっかりとしているところを中心にですね、順番に順番に取り付けを行っていきます。で、その時に、まあ、24番か26番ぐらいのワイヤーをですね、ある程度必要な本数を、だいたい4分の1ぐらいで大丈夫だと思うんですけれども、こんな感じで先に切っておきますね。小さなガラス瓶なんかに入れてもいいかもしれないんですけれども、まとめて置いておいて、でその後こんな感じで順番に留めていきます。しっかりとしたところを留めながらですね、道具を使って緩みがないように固定をしていきます。こんな感じで倒していきますね。ある程度ですね、土台になるようなちょっと太めのワイヤーをですね、少しずつずらしながら留めていくようなイメージ。でどうしてもこう向きが揃わなくて難しい場合はカットをして留め直していきますけれども、ちょっとポコッとなってしまったりとかっていう時もあるんですけれども、上手にですねリーフでカバーしながらとか作っていくイメージです。こんな感じでですね、順番にまとめていきます。ちょうど少しずつですねミックスされている状態になるので、間隔を少し空けながら、向きを変えながら結んでいくイメージですね。こんな感じで止めていきます。で、時々心配だったらこちらのベースにですねちょっと合わせながら組み合わせていくイメージなんですけれども、今回ですね真ん中につけなかったのは、せっかくのこの編み目がですね見えなくなってしまうといけないので、極力この円の中でが少しだけ出るようなイメージで整えて、こんな感じで入れていきます。それとですね、入れていくとちょっとお時間がかかりすぎてしまいますので、
もう一度ですね、イメージとして入れていきますね。で、時々ですね、ちょっとあまりこうワイヤーが弱かった場合は少し強めの芯をですね入れながら、このような感じで整えていきます。で、時々このこちらですね、アクセントに加えて入れていきますね。正方向じゃなくても反対側からもちょっと入れてみましょうか。はい、まあ、イメージですけれどもこんな感じで入れていきます。それではおおよそリンスにしてみました。こちらのような感じになってますけれども、まあ、バランスはですね、こうまんべんなく入れていただいてもいいですし、少しですね、まあ、こちらの場合だと少し下の方にボリュームがついている感じにはなっているんですけれども、お好みでですね合わせていただいて、ザクッというような感じでこう編んだ感じになってますね。ワイヤーでところどころ留められているようなイメージです。で、こちらをこの土台に合わせて取り付けていくというような感じですね。取り付けもですね、同じく24番ですね、まあ、半分ぐらいにしておきましょうかね。で、この隙間が空いてますので、ここの部分ですね、隙間をワイヤーを通して、で、しっかりと固定をしていくようなイメージです。通してしまって固定をします。必ず切ったところを倒しておくようなイメージですね。で、全体的に2箇所3箇所ぐらい留めていただいて、で、このような形で整えていきますね。で、時々ですね、この葉っぱがですね、ちょっと向きがまとまらないなという時には、まあ、取り外してですね、また違うところからグルーガンでこういったような感じで入れてあげて、こう整えていってもいいですね。で、あとはですね、仕上げになっていくんですけれども、まあ、こちらもですね、途中のリースを作っているところで入れてもいいかなと思うんですけれども、このような感じでですね、レザーコードがあります。こちらのレザーコードなんですけれども、最近ですね、このような感じでドライカタログが出てるんですけれども、こちらのページ数がですね15ページになりますけれども、 A16930 というレザーコードがあります。ロールになっているものと、あとはですね、こちらのような18003っていう3メーター巻きになったものもあるんですね。ですので、ちょっとお教室なんかでは使いやすいものになってるんですけれども、いろんな色がありますので、アクセントに加えてみるといいかもしれません。で、こちらをですね、少しずつこういった感じでニュアンスで入れていきますけれども、まあ、好みに合わせてですね、切ったりなんかしながらアクセントに加えていってもいいのかもしれないですね。取り付ける前にこんな感じで入れてあげてもいいんですけれどもね、作り方としましてはこういうようなイメージで作っていきます。あとはですね、少し太めのこういったようなロープもですね、アクセントに加えていってもいいのかもしれないですね。ちょっと縛ったりなんかしながら、先端の部分はですね、このような感じでほどいてアクセントに入れていきます。出来上がった元サンプルの方でご紹介をさせていただきます。色違いにはなるんですけれども、こういった感じでですね、まとめているんですね。先ほどご紹介したような感じで丸くなるように
リースを組んで取り付けてるイメージです。でアクセントにロープとかレザーコードですね、ポイントに入ってる感じになってますね。後ろ側はですねこんな感じにしてるんですけれども、この隙間の部分でですね少しずつステムの部分が見えてしまいますので、この部分を少し麻をほぐしたもので覆ってるんですね。ナチュラルな感じに映ってるかと思うんですけれども、割とちょっとこうステムが強すぎて目立ってしまう場合ですね、このような感じで隠されるといいかもしれません。そうするとこちらのベースに馴染んでいきますね。ベージュ系のこの枕目編みに響かないようなイメージでですねなってるんじゃないかなというふうに思いますけれども、で今回はこちらのイメージで仕上げてるんですけれども、違うパターンでですね少しご紹介させていただきたいと思います。こちらなんですが、予算の都合の中にも合わせていただくといいかなと思うんですけれども、いろんなですねシリーズのバンチシリーズがありますので、こういったようなもので同じようなものですねまとめてシンプルにまとめ上げるというのも一つですね。一定方向でですねバンチをまとめてます。くるーっとこう同じようにですねガーランドをつなげていくようなイメージで作ってるんですけれども、こちらもワイヤーをこうそのまま縛ってるだけでワイヤリングは一つもしてない状態になってますね。で一定方向に丸くしてます。そちらをシンプルにですね一定方向にこんな感じでまとめて、同じようにここに留めていくっていう方法もあります。とてもシンプルなんですけれども、ナチュラルなまたリースが出来上がりますね。あとはパターンとしましては、この部分にですねアクセントに少しだけお花のパーツをつけてっていうのもいいですよね。全体につけるとどうしてもお花の量がたくさんいるので、その分金額がですね少しずつ上がっていってしまうかと思うんですけれども、ちょっと予算がないなっていう時にはここだけで作ってみるとか、あとはこうリボンとか違うものであしらってみるとか、そういったような感じでもいいですよね。あとはまた次回ご紹介をさせていただきますけれども、まあ、このような感じでですねシリーズがたくさんありまして、もうちょっとちっちゃなものとかもあるんですよね。ですのでそういったものをベースに使いながら、ドライフラワーだったりだとか、あとアーティフィシャルだとか組み合わせていただいて、それぞれのアレンジベースにしていただいて、お教室なんかにしていただいてもいいかなというふうに思います。はい、それではこちらで完成になります。ぜひこちらの新商品を使って秋のアレンジをお楽しみください。本日もどうもありがとうございました。